今日はですね、12月30日で、今年もあと1日で終わってしまいますね。昨日の夜からですね、サイアメンシス、ずっと写真とか動画撮ってですね、アップしたり、それからオークションの方に出品し終わりまして、朝までかかって、なんとか終わったんですけどね。ここもサイアメンシス片付けまして、次に、久しぶりにですね、アルボリニアとそのバリアがあったミションのですね、セントマリーの、その後っていうことで今撮り始めたんですけどね、こんな感じになってきましたね。前にメリクロンしたあのレッドさん、あれと同じツボ取りになるんですけどね、こんな感じに色が乗ってきているんですけど、実はですね、色出しっていうのは去年レッドサンデーいろいろやってみたんですけども、結果的にはあまりうまくいかなくてですね、最後の頃になって、なんとか山鳥の時のような色が出始めたんですけど、残念ながらですね、花が咲く頃ネズミにみんなかじられて、ダメになってしまいましてね、瓶の中にはまだあるんですけど、代わりにこの未消したで、これがですね、どんな風になるのかななんて思って、ちょうどお盆の8月の13か14あたりですけどね、瓶から出してみたんですね。で、途中で確か5月のそれか10月ぐらいに、取って載せたとは思うんですけど、あれからまた2ヶ月ぐらい経ちましたので、だいぶ大きくなったり太くなってきて、ここにこんな風に、勝手にシダが入ってますけど、これはもともと水苔の中に種があったんだ、種っていうか胞子があったんですね。こんな風に出てきて、別にシダはむしらないでそのままにしておいたんで、こんな風になりましたけど、そんだけ時間が経ったっていうことですね。で、最初に出して2回目3回目ぐらいまでに出したやつが一緒にあるんですけどね。で、大体その色出しのコツっていうのが分かりました。それはですね、名人にですね、その色を出すっていうか、どこで取れたやつがこうだよっていう、そういう話をよく、聞きましてですね、結果的に言うと温度、それから光の具合なんですね。それが分かりまして、いくつか違う場所に置いて実験してみたんですけど、まさにその通りでしたね。こんな感じに色が、出るっていうことですね。レッドさんと同じようにこのバリエ型の部分に赤みが入るっていうのは、このツボ取りの特徴で、小さいうちからですね出るんですけども、同じツボからですねピジョンブラッドが ありましたんで、これなんかかなり乗ってきてますね。こうやって見ると大きそうに見えますけど、まだ小さいんですよ。小さいですけど、こんな色が生意気に、出てきてますね。これなんかもですかね。だからこのバリエ型のやつもこの色に、作り方って言いますかね、置き場所、温度、光でなるわけですね。最終的には
全面がこの色に、なってきてバリエーターに、なってくれるっていうことでしょうけども、まあ、とりあえずなんとなくですね、この色出し、こんな感じだなってのは分かりましたので、まあこれから心がけてですね、綺麗な色を出してっていうことになるんですけども、まあ、今までにこういう動画を撮って載せますと、まあ、大体あのFacebook でですね、外国の、まあ、グループの人たちが欲しい欲しいって言いましてね、予約ですとか、あるいは2月に東京ドームに行くとか時に、その時に欲しいんだよみたいな、そんな連絡が入ってきますし、今朝も香港の人から、なんかショップを開きたいんで、後でその苗が出せないかとかって、まあそんな、連絡来たんですけども、まあ外国の人たちが非常にこのバリエガートの赤身のやつっていうのは欲しがってましてね、まあ皆さん結構綺麗なバリエガート持ってるんですけど、この赤っていうのはやっぱりないそうですね。まあですからこういうの見せると、売らないかとか、そういうふうに、連絡来るんですけど、まあとりあえずこういうふうになるっていうのがこのセントマリーの系統だっていうのは自分も確認できましたんで、レッドさんはまあ壺取りの中の一番いいやつをメリクロにしたんですけど、これは未生でこんだけですね、色がきちんと乗ってくるっていう、まあそういうのが分かったっていうことで、これは実際にあの未生品ですからね、メリクロはしてないんですね。まあまさかこんな風になるとは思わなかったですからね。まあそれなんで、瓶の中にまだ入ってるものについてはですね、これからメリクロンかけてですね、まあ大量に、作って、まあ外国の人に、譲れるようにしていきたいと思うんですけど、まあ結構あのうちは水耕でやってて構わないで置いてありますから、いつもあの植え込んでるところ取ってると思いますけど、一味ずつ出してみますけどね。あ、これなんか一番多分最初のやつですね。初めヒョロヒョロでしたけどね、こんな風になってきました。下の葉っぱが枯れ込んできてますから、これ後でこういうとこ切ってですね、ここの部分に水苔乗せといて、まあここも枯れてますからね、ここから発酵すれば一気に太りますね。これもう来年咲きますね。まあ、ちょっと今タブレット持ってますから、これ指の大きさと比較してもらって、このぐらいになってますからね。茎は適当に曲がってます、光の方を向いて曲がったり、あるいはひょろひょろの茎がですね、上の方が大きくなって重くなってくるから曲がるんですね。曲がってもまた上に起き上がろうとして立つんですね。こんな感じに曲がってます。まああの皆さんは作り込まれたそういうもの、あるいはワイルドのもの、まあそういうものを手にするわけですけど、うちの場合は瓶から出しますからね、今までの動画をご覧になればわかると思いますけど、本当にあの無造作に植えてるんですね。でも勝手にこういう風になってですね、でまあこれは皆さんと考え方の違いですけども、まあ私うちおらんやってまして、会長の亀山さんはですね、とっても素晴らしい方で、展示する時のその心がけを教えてくれてます。まあそれで最終的にはですね、やっぱり自然らしさ、自然のもの、そういうことを展示の時にはきちんと考えなさいっていうことなんですね。まあ例えばこれ曲がってますよね。鉢の真ん中に植えなきゃ気が済まないとかってそういうことじゃなくて、これは一つの空間なんですね。まあこれ2号ポットですから6センチですけども、まあ大元はだいたいこの真ん中あたりから出てますけど、それが光の方に曲がってこのようになるわけですね。まあ、要するにこういうふうに曲がることでですね、光を感じるわけですね。あるいは風、そういうものを感じたり、あるいは場合によってはこう岩場でこういうふうになって傾斜して生えている。まあそういうその自然らしさっていうんですかね、
そういう作り方をすると、ただ普通にまっすぐに作ったっていうものよりも、やっぱりその鑑賞価値、あるいはそれを買った人がすぐに飾れるみたいなですね、そういうその野生味にあふれたって言いますかね、自然らしさ、まあそういうのをとっても大事に、するんだよっていつも話をしてくれますけども、まあそれなんで自分もですね、あえてこれをまっすぐにしようなんて思わないんですね。まあ、自然に曲がっていって自然に起き上がってくる。まあですからここにあるものはみんなそうなんですね。だから、まあこれなんか私の方かなと思いますけど、ちょっと小さいですけどね。まあこの大きさだったってこんな風になりますけどね。これなんかこうシダが生えてですね。これは私ですからまだ茎は遅いですけど、まあそれなりにしっかり、してきてるんですね。下の方のその葉っぱの付け根、まあ葉っぱと葉っぱの間の間からすると、上の方はだんだん光を浴びてますから、こう詰まってきてますね。まあこれもう少ししたらですね、曲げてやって水苔上乗っけといてやれば、この上の方からまたどん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 根っこが出てですね、栄養分を吸って一気にまあ大きくなっていきますけども、まあですから あんまりですね、その綺麗にまっすぐに植えようなんて思わないで、こんな風にしといても全然問題ないんですね。まっすぐにしなきゃ気が済まないっていう人は別ですけど、自分はですね、まあこういうものを写真撮ったり、まあできれば展示なんかするっていうことを考えて、あんまりその手をかけずにですね、自然らしくこう伸びた、まあそういうのを見てもらいたいっていうことで、やってるわけなんですけど、これなんかこんなですよ。みんな光の方向いて曲がってますけどね、鉢の下に曲がって、それがぐーっとこう起き上がってきてますけどね。自分は公園でいいと思ってるんですね。これをあえてまっすぐにしようなんて思わないんで、まあ、こんな風にでもすると、岩場の、ちょっとした、腐葉土が溜まったところに苔と一緒に生えてる、まあ自然らしさって言いますかね。マコデスペトラとかドシニアなんてみんな岩場ですからね。岩場の苔のとこですからね。まあだから、まあこれらもですね、もともとは傾斜した腐葉土のところで生えてるわけですから、このように匍匐してですね、どん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 横に伸びて、上から葉っぱが落ちてきて、そうすると葉っぱの下からこうやって上がってきて、まあそれの繰り返しなわけですね。まあそれなんで、あんまりこれをですね、無理やりに姿を変えようなんて思わないでね、まあ自然任せって言いますかね、そんな風に、自分はやってるっていうか、まあやってるというかやりきれないんですね。まあ、これなんか私の方です。これなんかもこんな感じに曲がってますけどね、曲がってても自分は構わないんですね。まあとりあえずはですね、まあどのように成長していくかという様子見、それからまあ色がどんな風に変化していくか、あるいは自分の栽培環境の中でどのぐらいのペースでですね、スピードでですね、大きくなっていくか、太くなっていくか、まあそういう実験なもんですから、肥料はもうガン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 くれてますからね、上の方の水苔が、まあ少しヌルが張ったような感じになるんですけど、まあくれないと、肥料くれないと太くならないですからね、葉っぱも肉厚にならなきゃ芸しないですからね。結構平行脈こうやってみると幅引いてますよね。オークションにノックが時々出ますけど、ノックもあれメリクロンで、メリクロンしてみたらあんなにこう幅引くとは思わなかったって本人言ってますけどもね、まあこれらだったって
幅引いてるっていうか、あのノックも多分おそらくこれと同じ、壺だと思うんですね。ですから本当に幅引いてきますからね、楽しみなんですね。やっと色の出し方分かってきましたんで、まあこれからいい色をどんどんね出せるようになるとは思うんですけどね。今のところですね、これはこの間、遊びに、来てくれた、グループの仲間の、岡山の人でしたっけね、一鉢、代わりに持ってってもらってですね、まあ、サンライトだとかそういうのも頼まれてたもんで、それと一緒に持ってってもらったんですけど、その人とあと去年から予約されてる人の分だけ渡してですね、それ以外はまだ誰にも出してないっていうか、まあ、出さないっていうかね、外国の人から頼まれてるんで、まあ、そっちを優先にしようと思ってるんで、彼らはですね、Facebook から連絡してきたり、あとは YouTube ですね、 YouTube のところにコメントつけてきて、連絡取ってくるんですね。まあ、それなんで、日本の人はそういう人誰も、一人いました。ですから外国の人がよく見てくれているんだなって思いますね。でそれから Facebook の方で私がよくコメントつけてるもんですから、そういう関係で、まあ、横のつながりって言いますかね、それで誰々さんから日本の蘭方さんが谷巻してるだとかジュエルを切ってやってるなんていうことでまあ、連絡取ってきてくれるんですけど、まあ、いずれにしましてもですね、この赤系のバリエーガータが、まあ、こんな感じで今成長してるんですけど、色の出し方も分かってきた、あるいはその瓶から出して一番熱い時に出しましたけど全然なんともなかったですね。一本も溶けなかったですね。まあそれなんでまあどんどんこれ残った瓶の中の苗をですねメリクロンして、でここら辺のやつがもう来年の秋にはつぼみが上がるでしょうから、まあどんどんこれで交配して、あるいはサイアメンシスなんかと交配してですね、でっかい葉っぱのこういう赤い葉っぱ、そんなバリエーガータなんかを夢見てはいるんですけど、まあとにかく外国の人が楽しみにしてくれてるんですね。まあそういうことで、こんな感じにですね、なってきているっていう、まあ、説明なんですけども、まあ一本ぐらいはもしかしたらオークションに出すかもしれませんけど、まだどれを出すかっていうのは決めてませんけども、まあいずれにしても例えばこの辺の色がまだ乗ってないっていうのも、全部ここにあるやつは同じですからね、置き場所の違いで今色が乗ってないっていうだけなんで、まあほとんど多分こういう色になってくるとは思いますね。まあ個体差はあるとは思いますけども、まあいずれにしてもですね、この粒は素晴らしい粒だなっていうのがこう見証してみてもこういう苗でよくわかりますね。もう大概のやついらなくなっちゃいますね。自分の好みで好きな交配できるんですから、もういらなくなっちゃいますね。まあ自分はこういうふうにやって無造作に扱って、で、無造作に管理はしてますけど、まあこれで十分育つっていうことですね。これなんかだいぶ茎が太くなってますね。まあ、肥料は本当に、3日4日ぐらいにこう水張るんですけどね、水耕でやってますから水張りますけども、2センチぐらい水をね、このこういうパックなんかに入れて張ってるんですけど、だいたい5000倍ぐらいにしてですね、まあ、私が調合した肥料、まあ、ジュエルオーキッド専門の肥料ですかね、そういうのを調合して作ってあるんですけど、それくれてますから、まあ、こんな風にどんどん成長はしますね。
一応ここの部屋はですね、25度ぐらいには設定されてますけども、棚の上の方と下の方でだいぶその温度差がありますから、下の方で20度ぐらいですかね、上の方で28度ぐらいになってますかね。まあそういうその温度差を利用して、その温度に合ったものをそこの棚に置けばいい。まあそんな風にしてやってます。ただこの間届いたサイヤー面接なんかは1500メートルのところの品物だそうですから、平地よりも9度温度は下がるわけですから、まあそういうことを考えますとですね、20度ぐらいあれば十分、大丈夫だっていうことですし、まあ特にこの 赤系のやつっていうのはね、あんまり色が暑いとですね、色が飛んじゃうって言いますか、それは去年自分も経験しましたんで。で、上の方で赤みの濃いのが出てきた時にちょうどつぼみが出始めたところだったんですが、それがちょうどやっぱり今ぐらいの時期でしたね。で、それはですね、この部屋じゃなくてもっと寒い部屋に置いといたんですけど、まあ、そうしましたら色持ってきましたね。その部屋は10度ぐらいですね。でも全然平気でしたね。ああいうふうにつぼみが上がってきましたけど、寒くてダメになっちゃうかななんて思ってたんですけど、全然平気でしたね。まあそういうことで、特に赤系のものはですね、アネクト系はですね、温度があんまり高いと色が飛んでしまうようですから、まあ低い温度で管理するとある程度乗りやすいと思いますけど、ただ元々の系統が赤みがないやつはダメですよ。この赤系のやつはですね、ラオスの方ですからね。まあ他の人たちのルートで入ってくるのとは違うルートで。